こちらも熱い話題です。ミーアキャットがね熱そうにしてますけれども、何かの競技じゃないですね。違います。ついに福岡県内観測史上最高の気温が更新されました。うだるような暑さ、思わぬトラブルに見舞われた人も。私の手元の温度計見てください。今38度になりました。暑い。こんな暑い中、動物たちはどうやって過ごしているのか一緒に見てみたいと思います。ミーアキャットなんかだるそうですね。この日垣があるところでもこもこ食べ物を食べてます。この酷暑でお疲れ気味の動物たちの暑さ対策は、こちらは涼しげな顔のモルモット、下に敷いているのは保冷剤です。モルモコさんたちも保冷剤の奪い合いしているみたいですね。フルーツのアイスをあげてますね。この暑い中でめっちゃ美味しそう。大活躍なのがミスト機。ラマのさくらちゃんがミストを浴びるその横で一緒に涼む子どもたち。しっかり暑さ対策をして動物たちと触れ合いを楽しんでいます。食べる子発見。パックンした。動物の健康を第一に考えて行動というかしていきたいなって思います。早めに涼しくなってほしいなとは。今日の福岡県内の最高気温、太宰府市では観測史上最高 39.3 度を記録。厳しい暑さとなりました。そんなこの夏、思わぬトラブルに見舞われた歯医者さんが。ごめんなさい。患者さんに涼しい風を当てるため使っているのは、そう、歯医者さんでおなじみ、水と空気が出るあの機械。あの削った後にバーッと。そうそうそう。いやいや、もう本当に申し訳ないです。いやいや、もう今日は分かってきてる。確かに。というのも、こちらの歯医者さん、2週間前にエアコンが故障してしまったんです。室内の気温計は37度を表示しています。暑いですね。でも背中から終わったら流れるか。まあしょうがないかな。治療が大事ですからね。続けて治療しなくちゃいけない人とか、緊急痛みがあったり緊急の人とかは見させてもらうようにしてますけど、メンテナンスとかちょっと伸ばしてもいいような方は事情を説明して伸ばしていただいている状態ですね。エアコンの取り付け業者が繁忙期のため、交換は早くて盆明けになるんだそう。扇風機が後ろも方も含めて多分5台かな、壊れてからバタバタ買ってきて、でこういう移動式のクーラーがありますよって言われて、ですぐ買いに行って、だいぶマシになりました。なかなか辛いですね。ああ、もう早く治ってほしいのが一番ですね。いやー、特に汗が垂れるとね、支障が出ちゃうかもみたいなところで、結構集中とかね乱れちゃいそうですよ ね、でもなんかチームの団結力上がりそうな、そうですね、私は熱いけど乗り越えて、乗り越えて乗り切ろうみたいな、ね、早く治ってほしい、ね、金子さん、連日熱中症警戒アラート出てます ね。そうなんです。福岡県で明日で15日連続熱中症警戒アラートが出てる、もはやアラートとはみたいな、そう、運用開始で過去最長となってる、もう前回毎日、はい、きつい暑さなんですね。暑さに注意していただきたいと思います。